人類の目覚め最強ツール。そいつはズバリ、腹の呼吸だ。Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、Oh my god! チャララン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 、チャラ悟りマスター、ヨッピータカピー、ヨピカータカピロ、こんな俺やけども、悟りを広げて、真理を得た男でございますよ、つってね、真理っちゅうのは、もうなんてことはなくて噛んじゃったけどもね、まんまの現実をまんまね、楽しみながらね、こう未来を想像してちゃうよ、つってね、素直に、チャラランランつって楽しんで今を生きてるよ、っちゅうことを、ねえ、いや、今日はですね、人類が目覚める上で、最強のトゥールね、トゥールっていうのをお前にシェアしていこうかなっていう感じで、まあ1月3日でございますからね、またこういった話をどん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 今年もね、365日差し上げて参ろうかと思ってる次第でございますけども、まあタイトルでね、テーマで言った通りで、呼吸、腹の呼吸、要するに腹式呼吸でございますよね。まあ去年、今年もまだね、ヒットをしてますけども、鬼滅の刃ね、〇〇の呼吸とかっていろいろあるじゃないですか。大人気の煉獄さんは縁柱ですよね。煉獄さんつって、ね、ヨッピーさんは何柱って言ったらね、腹柱ね、かっこ悪いけど、最強ツールだから笑ってんじゃねえぞって話で。で、ヨッピーはね、去年1年間いろいろとね、通じて、まあいろんな人と出会っていろんなことを感じながらね、目覚めっていうのは何ぞやっていうことを人にどん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 こう積極的にシェアするね、そんな、時間ではあったんですけども、今年はより深めてより前に出てこれだぜっていうことを言い放っていこうと思ってるわけです。で、今日その中でお伝えしたいのが腹の呼吸ね。腹柱になってお前もね、腹柱全員なれるから、一人じゃないから、全員なれるっていうね、特別な柱なんで、腹柱になって腹式呼吸を深めてくださいよ、つって、やり方は、まあ、いろいろ調べれば出てくるけど、基本的には、お腹でね、息を吐き切って、これ大事なのはね、吐き切るっていうことが大事なんですよ。ね。そうすると、吐いた分だけ、自然とたくさん、お腹にね、息を吸い込めるっていうこと。で、腹を吸えたらいいよ、つってね、腹にお前さんの真意、ね、魂からの望み、ワクワクさせてよ、ミポリン眠ってる、つってね、ミポリン目覚めさせて、つってね、俺自分的にちょっとそのギャグハマっちゃってるんだけど、つぼっちゃってるんだけど、一人一人の中にさ、眠ってるミポリンね、ネポリンってなんで、ミポリンは、このね、丹田にいるでござるよ、つって、それは、まあ、おへそのね、下3センチぐらいですよね、指ね、こう、3本こうやって3センチぐらい。ね、3センチ下ぐらいが丹田と言われてる場所で、で、腹式呼吸するときも、まあ、ここに手を当てて、丹田に手をね、当てて添えて、まあ、吐き切って、吐くときにお腹を引っ込める。で、吸うときにお腹を思いっきり膨らましていくみたいな。で、吸うときは鼻で吸って、吐くときは、鼻からでも口からでも OK ですよ。まあ、口から吐いた方が思いっきり吐き切れるって人は、ふーって吐くのもいいけど、どっちからでも OK ですよね。鼻から吸って鼻から吐くのでも。吸うときは鼻からの方がいいでしょうね。うん。これをね、まあ、吸って、吸い切ったときの余韻、吐いて、吐き終わったときの余韻もね、数秒時間を止めてあげる。まあ、何秒何秒とかっていろいろ決まりは別にね、ないんでね、本人がこう吐き切った、これね、だからさ、瞑想がいいとかさ、ね、ハートを広げて、そうすると腹も広げられていくよって話をよくしてたけども、そこをね、一本の線で繋いでくれるのは、この腹の呼吸でございました。ね、なんてことはなく、で、体が緩んでね、いらないところの力が抜けてくると、腹の呼吸が深まってくるんですよ。ね。だから体に対するアプローチもすごい大事だし、あとは瞑想して思考とかね、感情とか体の感覚をただただまんま見ていくっていうことをすると、あれ、私がコントロールしてない、自然と湧き起こってきてるだけじゃないかっていうことに気づいていく。そうすると、まんまの今にリラックスが深まってくるわけ。そうすると、ね、リラックスが深まってくるから呼吸も深まってくるわけね。で、まんまで良かったんだっていう感覚が広がると、昨日も言ったけど、
ね、ハートおっぴろげ状態、要するに素直な状態になってきてね、素直っていうのは、ありのまんまにまっすぐ生きる。だから、ありのまんま起きてくることに抗わずに、それをただ見ていけるようになる。そうすると、自分の中に湧き起こる感情も、まんま見ていけるようになるってことね。で、呼吸っていうのは、この顕在意識と潜在意識って言われるものね。あの思考と、体の身体感覚、もっと言えば、お腹の中に溜まり込んでる感情ね、そういったものも含まれますけども、この顕在意識と潜在意識を、一本のね、線で結んでいるのが、この、腹式呼吸、腹の呼吸なんですよ。丹田呼吸って言い方でもいいし、だから、ここが深まれば深まるほど、腹の中に溜め込んでた感情が消化できるようになるのね。だから、感情解放しても、いくらやっても全然できませんっていう人は、思考が何回も繰り返してる感情をコピペしてコピペして、なんかこう、胸でさ、浅い呼吸をしてるからさ、顕在意識と潜在意識があんま繋がってないんですよ。もう本当に深く深く呼吸をね、吐き切って、そうするとたくさん吸えるようになるから、吐くっていうのがすごいポイント。吐き切る。これはね、あの、腹柱のヨッピーの言うことよく聞いて、吐き切るってことね。で、吐き切ったら止めて、思いっきり吸って、止めて、吐き切ってっていうのをね、これ横になりながらさ、やっぱりその丹田に手を当てて、横になってリラックスしながら、仰向けでね、何度かやるのもいいし、こうやってね、椅子に座ってやるのもいいけども、とにかくリラックスが大事ね。うん。これちょっとね、一日でもね、何回か、気づいた時に取り入れるといいですよ。ね、なんか電車とか使って、お仕事行ったりとかね、されてる人は電車の中でやるのもいいし、空き時間でその腹からの呼吸を意識するだけで、で、これって瞑想状態でもあるんでね、呼吸を観察するっていうのは。だから、鬼滅の刃が大ヒットしてるのは、人類に呼吸取り戻せよって言ってるんやないか、つって、ようやく今日気づいた。見に行ってね、面白かったんだけどね、煉獄さんって思ったんだけど、まあね、ヨッピーがその、中高生の時に流行ったさ、まあ、ジャンプの王道的なね、なんかストーリーみたいな、なんかそういう感じが、ここに来てまたなんでそんな流行ったのかなって思ったんだけど、やっぱり呼吸だね。腹柱になっちゃってね。今日それだけの動画だからもう、それ以上ないからさ、ね。で、それを細かく分類していくと、頭の目覚め、ハートの目覚め、腹の目覚めっていうものがあって、ただこれ一本で繋いでるのは呼吸だから、自分でコントロールできるじゃないですか、呼吸ってね。だから深呼吸しましょうとかって言ってるけどさ、そうすると、ね、息っていう感じ、すごいよ。自らの心って書いて息、うわ、日本人すごいね、つって、心をコントロールできるようになるってことなんですよ。ね。だから、腹からの呼吸が浅い人は、いつまでもその潜在意識に感情のエネルギーが溜まり込んじゃってるの。だからその奥にいる、ワックワックさせてよ、イエーイつってミポリンが眠ったままってことね。これほんと言うたびに自分で受けちゃうんだけどね。ミポリンが目覚めて、ね、このマンマミーヤと一つになって、で、未来は何が起きてくるか深くてわからないじゃないですか。だってね、すべて決まってるとかさ、獣医師ないとかっていう話はしたけど、それはもう思考があんまりもね、答え探すんだったらそこでピリオド打って、こっからね、過去はもう決まってた、関係ないね。あなたが、悪いわけじゃなくて、自然とそうなるようになってたわけだから、それを知った上で呼吸深めて、どこまでもお前さんのワクワクを現実に想像しちゃおうぜ、つってね。そういうことできるよ、つってね。煙突じゃない、煙の向こうの世界誰が見たんだよ、つってね。見てないんだったらわかんないだろ、つってさ、本当にそれ、ね。で、外に答えないからさ、全部ヒントだから。まあそこら辺についてはね、また違う回に説明しようかなと思ってますけども、ヨッピーもまたミポリンがすげえ起きて、まんまみーやミポリンってね、起きちゃってるから、もうしつこいね。そんな感じで今日は終わっていきましょうか。腹の呼吸、ね。腹柱になって、ね。ちなみに腹巻きとかすごくいいですよ。腸活いろんなことをしてるんですけど最近。温めるってめちゃめちゃ大事なんでね。腹巻き、すぐにね、ポチって、なんもいいからさ、買ってね、腹巻きしてね、ねんねしてください。ね。そんな感じで、今日もご視聴いっちゃいましょうか。オーマイゴッド、チャンネル登録&いいねボタン、そしてコメントもどしどしお寄せください。腹で呼吸しまくっている命の師匠、ニャーをどうぞ。